現場に到着、不審なものを発見、状況確認。訓練は10日、東急世田谷線の三軒茶屋駅で不審物が仕掛けられたという想定で行われました。利用者がいる営業中のホームで訓練が行われることは珍しく、駅員のほか警視庁の爆発物処理班などおよそ40人が参加し、乗客の避難誘導や遠隔操作ができるロボットを使い不審物を撤去する作業が行われました。今月3日、ロシア第二の都市サンクトペテルブルクの地下鉄でテロが起きたばかりで、世田谷警察署の松島雄二署長は、テロはすぐそこまで来ていると危機意識を持ってオリンピックに備え安全安心な街を目指しましょうなどと呼びかけました。